どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。バージョン 2.7 でついに星5工場の配布イベントが来ますね。工場でも現在活躍しているキャラがいるので交換に迷っている方もいるのではないかと思います。また工場星5が配布となると新規の方も始めるにはいいタイミングかなというところですね。そこで今回は交換の優先度をはじめ各キャラの装備の紹介や凸の優先度、編成の紹介をしたいと思います。なるべく各キャラ網羅できるようにまとめていますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まずは交換優先度の簡易結論についてです。優先度については凸や裏庭クリア目的と虚構女児クリア目的で分けています。ではやっていきたいと思います。まず通常の優先度についてです。こちらに関してはクラーラ、ブローニャ、ヒメコ、ジェパード、ベルト、白露、元凶となります。順番としてはこんなところですね。クラーラに関してはアタッカーとして現在でも活躍はできますし、貴重な物理アタッカーというところではありますので使いやすいキャラなのかなと思います。ブローニャに関しては調和キャラとして性能的には高いものがありますので、即行動などをうまく使えばメインアタッカーをうまく使えるっていうのがあります。工場にして強い要素を揃えた調和キャラではありますので使い勝手がいいのかなと思います。続いてはヒメコですね。ヒメコに関しては虚構女児で活躍ってところがありますが、意外と炎アタッカーが少ないっていうのがありますので、そこの穴埋めとして活躍できるようになっています。通常の優先度としてはこちらですね。今から始める方もこちらを参考にすると一番いいのかなと思います。あとは凸に関してもこちらの順番が優先度的には高いのかなっていうところです。続いて虚構女児クリア目的の場合は順番がちょっとだけ変わります。虚構女児をクリアするのを目的とした場合はヒメコが一番に来ますね。それに続いてクラーラ、ブローニャという順番です。あとはベルトと白露の順番が変わるというところぐらいですね。状況に合わせて3人の優先度が変わるというところが大きいです。ではこちらのまとめに行きたいと思いますが、今でも活躍できるクラーラ、ブローニャ、ヒメコに関しては凸目的や高難度クリア目的でも交換するのはありというところになります。凸もするとより優秀になるところも嬉しいところです。何凸するかによって優先度が変わるところもありますので、これは後ほど紹介をしていきたいと思います。続いてジェパードやベルトに関しては復刻中の弓と合わせれるっていうのが嬉しいところです。意外とパーツが揃っていないという方も多いかと思いますので、工場キャラをうまく組み合わせるといいかと思います。ジェパードに関してはアベンチリーの代わりとして一時期流行ってましたからね、そういった意味でも使いやすいかなと思います。その他の2人に関しては今のところはなかなか難しいかなというところですね。まあ、白露に関してはヒーラーが全くいない場合は使えるというところですが、元凶に関しては活かせる仲間が少ないので難しいかなというところです。それではここから各キャラについて詳しく見ていきたいと思います。紹介としてはキャラの強み弱み、おすすめの装備、おすすめの凸、最適編成と星4編成で組んだ場合、まとめという順番で話をしていきます。ではクラーラからです。まずキャラの特徴としてですが、カウンターを主軸で戦うアタッカーとなります。相手の攻撃が激しいほど能力を発揮できるようになっています。火力に関しても申し分なく、しかも広範囲に攻撃ができるようになってますので意外と強い性能となっています。しかも必殺技で狙われる確率がアップしますので、よりカウンターが狙いやすいっていうのが特徴ですね。ですが悪い点もあります。まず短期決戦に関してはスタイル的に苦手っていうところです。相手の攻撃に依存するところがありますので、このあたりは仕方ないかなというところです。また耐久サポートがないと耐えきれないっていうのもありますね。まあ、これに関してはどのキャラでも言えるところですが、耐久枠が意外と大事っていうところになりますね。ではおすすめの装備です。モチーフとアイオンがおすすめですね。攻撃力が上がりますので火力アップが単純にしやすい光炎水っていうところです。こちらを使ってればとりあえず大丈夫っていうところがありますね。秘物に関しては個人的には宝明と王朝がおすすめです。耐久と火力のバランスを取るならこの組み合わせがいいですね。もちろんチャンピオンを装備するのもいいんですが、個人的には耐久値が持たないというところがあってこちらにしています。続いておすすめの凸についてです。おすすめの凸についてですが、1凸、2凸、6凸になります。その中でも1凸が大事ですね。こちらに関しては反撃の印の執行がなくなるというところです。スキルを使用すると執行する部分がありますので、気にせずスキルが使えるようになるというところではいいものになります。意外とこれがあるだけで変わりますからね。続いて最適編成と星4編成についてです。最適に関してはクラーラ、トパーズ、ロビン、アベンチリンとなります。低下攻撃特化ですね。こちらがいいかなと思います。ただしバリアの耐久となりますので、 HP が削れた時にちょっとピンチになりやすいっていうのがありますね。続いて星4編成です。
星音編成に関してはターゲットがクラーラに来るようにした方がいいので、クラーラなのか低運リンクスとしてます。リンクスで強制的にクラーラにヘイトを集める編成となっています。あとは必殺技の回転と追加攻撃の相性がいいっていうところですね。ではクラーラについてまとめに行きます。クラーラに関してはもともと性能が高いキャラとなっています。虚構女児や裏庭など高難度でも活躍していたキャラですね。特に虚構女児に関してはありえないぐらい活躍してた時期があります。なので意外と凸を狙ったりとかキャラ所持目的で狙うのはありかなと思いますね。自分も所持していましたが持っていていいキャラだったなと思います。またカウンター特化っていうところになりますので、初心者には扱いが難しいところがあるかもしれませんが、それを覚えてしまえば現状なら星4でも組ませやすい環境となっていますので、クラーラはおすすめができるところが多いのかなと思います。続いて2人目、ブローニャについてです。まずはブローニャのいいところと悪いところですね。いいところに関しては即行動と火力アップで味方を強化できるっていうところです。意外とこのゲームバフが大事なところがありますので嬉しい要素なんですよね。しかもこれに関してはスキルでの強化っていうところになりますので、必殺技を使えば全体火力アップができます。これで編成全体の火力を底上げできるんですよね。なのである程度序盤であれば一人で強化が網羅できるようなところがあります。しかもスキルに関してなんですが、単体デバフも解除できますので、味方のデバフを解除した上で即行動を与えれるっていう効果があります。これが意外と強いですね。しかも立っているだけで湯だめもアップしますので、戦闘のサポートにおいてはかなりいい性能をしています。特に始めたばかりの方だと、バフを持っているキャラとしてはとても優秀なキャラになりますね。では悪い点についてです。悪い点に関してですが、SP 消費が激しいので注意が必要というところですね。ブローニャに関してはスキルの回数が重要となりますので、このあたりの扱いが難しいのがありますね。本当 SP 消費は激しい方だなと思います。なので、高円錐でカバーする必要がありますね。また、オート適正に関しては、まだまだ微妙っていうのがあります。もちろん、かなり良くなったなっていうのがあるんですが、その見方じゃないっていう時がやっぱたまにありますので、その点だけは注意が必要です。では、続いて、おすすめ装備に行きたいと思います。まず、後円錐についてですが、モチーフと過去と未来がおすすめです。次、行動する味方の火力アップが見込めるっていうのがありますからね、その点が相性がいいところがあります。続いて、異物に関してですが、司祭と流骨がおすすめというところです。こちらに関しては単体スキルの発動と相性が良く、会心ダメージの底上げがしやすいからですね。ブローニャに関しては会心ダメージを転換する効果がありますので、味方のバフを与えるときに会心ダメージを盛ることが大事になります。それを少しでもサポートする性能としては、こちらの異物がおすすめというところです。それでは続いて、おすすめの凸についてです。おすすめとしては1凸、2凸、6凸です。この中でおすすめな凸としては1凸ですね。で、こちらの理由としてですが、スキルを発動したとき 50% の確率で SP を1回復できるってとこです。もちろんクールタイムもあります。ですが、先ほど話した SP 消費が激しいという問題点をクリアできるようになりますので、意外と1凸するっていうのは大事なところになりますね。これがあるかないかだけでだいぶ変わります。これにモチーフを持たせればさらに効率が良くなりますからね。とてもいいものかと思います。では続いて最適編成です。最適編成に関してですが、ブローニャ、ブートヒル、ルアン、ギャラガーとなります。ブートヒルを即行動させることによって、チャージを獲得するというところですね。ポケットアドバンテージの獲得を早くしつつ、敵の行動を抑えながらブートヒルで叩き込むという編成になっています。あとは、ジンや渓流、こちらとも合わせやすいというのがありますね。今のメインアタッカーというか、3強のアタッカーではない他のアタッカーと組ませやすいという特徴があります。では続いて星4構成です。こちらに関してはいろいろと試したり調べたりしたんですが、ほぼないと思ってください。ただその中でも無理やり出すならこちらです。ブローニャ、純種なのか、アスター、ギャラガーとなります。この場合は純種なのかをアタッカーとして対応してやっていく感じになります。なので7日に依存する形となりますので、意外と難しい扱いになるのかなというところですね。攻撃回数が本当大事な編成というところです。ただ星4と組ませるとなった場合はなかなか火力が出しづらいかなというところですね。あとは、スショーと組ませたりというところになるかと思います。では、まとめです。ブローニャに関しては、調和のキャラの中でも即行動が優秀で、ジン、ケイリュウ、ブートヒル、飛翔の調和キャラとして相性がいいものになっています。性能もアタッカー強化という点では倍率も高いところがありますので、使い勝手はいいですね。ただし、星4構成で組もうとした際は、それに見合ったキャラが少ないっていうのがありますので、正直なところ、組ませづらいところがあるなと思ってます。個人的にどういった使い方をしてるかってなると、星5のメインアタッカーなんですよね。だいたい渓流とかジンとか、そのあたりと組ませることが多いです。
あとは秘書の編成が足りないときにロビンの代わりにブローニャを入れるってことをしたりするので、このあたり組ます方が重要になるかなと思いますね。思ったよりも強いって実感できない方も多いかなと思います。ただ性能をしっかり理解すれば行動順アップでアタッカーの火力を伸ばしつつ手数も増やせるってところがありますので、ある程度は思考が必要なキャラかなっていうところです。続いては姫子について話していきたいと思います。まずはいい点悪い点ですね。いい点としては弱点撃破による追加攻撃が得意というところです。しかも広範囲なのがいいんですよね。また秘技の発動で炎属性の火ダミがアップできますので先手を打つことが可能です。あとは炎編成を組んでいる時とか相性がいいですね。その他で言うと姫子に関しては弱点撃破した際に追加攻撃をするようになっています。そのため弱点撃破効率がいい味方と合わせると追加攻撃の発動回数が狙えますので強力なところがありますね。これが虚構術とかを使うときに優秀な部分となります。あとは連戦において追加攻撃が連続で出ると強力っていうところですね。敵を倒すっていうよりも人生削りをするのが大事になってきますので、この弱点持ちの雑魚敵であれば意外と戦いやすいキャラとなっています。ただし姫子に関しても弱点はあります。団体に対しては追加攻撃を狙いにくいっていうところですね。敵のランクによって獲得できるチャージ量っていうのはもちろん変わるんですが、それだけ敵のランクが上がるってことは弱点撃破が狙いにくいっていうところがありますので、単体になればなるほど追加攻撃は狙いにくいと思ってください。また、メインアタッカーとしての火力はちょっと厳しいところがありますね。もちろん撃破特攻系の性能に寄せれば火力は出せるところはあるんですが、撃破依存となりますので、そのあたりはバランスが難しいっていうところです。ただ虚構女子においては圧倒的に活躍ができるキャラとなっていますので、その点はかなりおすすめかなというところです。では装備についてです。光炎水に関してはモチーフと演算がおすすめですね。攻撃力アップでさらなる火力アップが見込めるというところです。続いて異物に関してですが、太鼓とサルソットがおすすめです。追加攻撃に関する強化があるためですね。ただ虚構女子だけを狙うのであればスガンニアなどを装備するのもいいかと思います。続いておすすめの凸についてです。凸としては2凸、4凸、6凸となります。その中でも強力なのが4凸ですね。スキルで弱点を撃破したとき、チャージを1獲得するっていうところです。なので、敵のランクでチャージを獲得する姫子としては、1ランク下の敵で追加攻撃を発動できるようになりますので、意外と大事な要素っていうところですね。しかも敵数にちょっとだけ依存しなくなりますので、そういった点でもこれはかなり強いものかなと思います。ただ、4凸までするって考えるとかなり難しいところですね。では最適編成と星4編成についてです。まず最適に関してですが、姫子、ヘルタ、ルアン、アベンチリンとなります。こちらに関しては虚構女児特化、雑魚処理特化というところですね。あとは衝撃波編成でホタルの代わりに姫子を採用するっていうのもありです。それでも意外と火力が出せるところがありますので、その2つで使い分けるっていうのがいいですね。続いて星4編成ですが、こちらも姫子、ヘルタ、アスター、ギャラガーというところです。こちらに関しては雑魚処理特化と思ってください。まあ、星4で組むならこれがいいのかなっていうところです。ではまとめです。単体に関しての火力はいまいちっていうところはもちろんありますが、味方の追加攻撃や弱点撃破を効率よく狙えば、殲滅力が高くなるキャラとなっています。一人で戦うっていうよりかは味方と連携を取るキャラクターと思ってください。特に虚構女児では炎のアタッカーとして雑魚処理で活躍ができるようになっていますので、虚構女児攻略においてはかなり重宝するキャラになるのかなというところです。続いてはジェパードについてです。ジェパードの良い点悪い点から見ていきたいと思います。まず良い点に関してですが、必殺技の全体バリア付与が強力というところです。ジェパードに関しては耐久キャラとなっていますので、必殺技でバリアを付与することができます。全体というのがありがたいですね。さらにスキルで凍結を狙えますので、敵の行動を遅延できます。戦闘面においては本当サポートっていうキャラですね。またジェパードに関してですが、損害キャラとしても結構優秀なところがありまして、常時狙われやすく味方の被弾を減らせるという効果があります。損害キャラに関してはそもそもヘイトが高いキャラクターとなっているんですが、自分の能力で被弾確率が上がるものがあるんですよね。そういった点ではかなり損害としては役割を果たせるキャラとなっています。ですが悪い点があります。まず1つ目、バリアの付与に時間がかかるってことです。これは必殺技キーンだからってことですね。なので EP 効率はかなり大事なキャラとなりますね。あとは凍結に関してですが、おまけ程度の命中率っていうところです。凸をすればそれなりに命中率は上がりますが、凍結を狙おうと思ってスキルを使うのはなかなか難しいっていうところですね。このあたりは育成とのバランスが出てくるっていう部分です。では装備についてです。おすすめはモチーフと余生がおすすめです。
防御力だけでなく耐性もアップできる余生に関しては扱いやすい星音の公演水となっています。できればモチーフを持たせて防御力を上げたいというところがありますが、なかなか狙えないと思いますので余生がおすすめというところです。続いて異物に関してですが、聖騎士とベロブルグがおすすめというところです。防御力だけでなくバリア耐久値もアップするため相性がいいものとなっています。回転率が悪いジェパードとしては聖騎士と相性がいいですね。続いておすすめの凸についてです。こちらは1凸2凸4凸となります。その中でも凸をするとなれば1凸ですね。スキルの凍結状態になる基礎確率がアップするというところです。先ほど悪い点で話した凍結の効果命中が上がるというところですね。基礎確率がそれだけ上がれば効果命中を盛る必要も減ってきたりしますので、意外と性能的にはありがたいものというところです。特にデバフを有効的に使いたい読み編成で採用するなら1凸は狙いたいというのがありますね。それでは最適編成と星4編成についてです。最適編成に関しては読み編成ですね。ジェパード読み昇級ペラとなります。アベンチリンの代わりに入れるっていうところになりますね。今のところ使えるとしたら予備の編成が多いのかなというところです。では続いて星4編成についてです。こちらはジェパードヘルタペラ低運となります。正直アタッカーは誰でもいいのかなっていうところはありますが、ヘルタをガンガン回す編成に入れ込むって感じですね。凍結編成とか氷弱点特化として扱うのがいいのかなと思います。それではまとめです。ジェパードに関しては高耐久のバリア持ちではあるんですが、必殺技のみの発動となるため EP 効率が非常に大事になってきます。なのでスキルは常に使うっていうぐらいの意識が大事になったりしますね。ただ高耐久と凍結デバフにより予備との相性がいい孫悟キャラっていうところではありますので、アベンチリンをまだ獲得していないっていう方にとっては合わせやすいキャラとなっています。活躍できる幅っていうのはそこまで広くないのはありますが、闇編成の代理としては十分使えるキャラとなってますので、今回の復刻でアベンチリンが引けてない場合はいいのかなと思います。そういった意味ではアタッカーに合わせて引くかどうか判断するといいキャラかなというところですね。続いてはベルトについてです。ベルトのいい点と悪い点から話していきます。いい点に関しては必殺技の火ダメアップと金庫状態を付与できるってことですね。意外とデバフ効果が多いキャラとなります。またスキルで敵の速度ダウンが狙えるのもいいとこですね。遅延行動に特化したキャラというところです。あとは秘技で初動から金庫状態を付与できますね。高確率で先制が取れるようになりますので、初動の立ち上がりがかなり楽になるというところがあります。ですが悪い点もあります。こちらに関しては効果抵抗の高いボスは苦手ってことですね。デバフが大量にありますので、効果抵抗の高いボスに対しては付与が難しいっていうのがあります。続いておすすめの装備についてです。まずは公演水ですね。モチーフと寝顔がおすすめとなります。ベルトに関してはデバフキャラというところもありますが、ダメージを出せるところもありますので、余ダメアップ効果なる公演水を選ぶのがいいというところがあります。続いて異物に関してですが、止水と銀河がおすすめとなります。デバフによる恩恵を受けやすい装備セットというところですね。デバフをガンガン付与するキャラではありますので、止水とは相性がいいキャラとなっています。続いてはおすすめの凸についてです。凸としては1凸4凸6凸がおすすめというところです。その中でおすすめとしては1凸ですね。必殺技の後ですが強化攻撃ができるようになります。そのためダメージアップが全体的に狙えるっていうのがあるんですよね。1凸するだけで必殺技の後の行動がダメージアップとなりますので、火力アップが見込めます。その点がいいところだなと思いますね。続いては最適編成と星4編成についてです。最適編成に関しては読みの編成です。ベルト、読み、ギャラガー、ペラというところです。読むキャラ枠の採用として入れるというところですね。しかもベルトに関しては遅延行動が発生できますので、行動力の遅い読みとも相性がいいというところがあります。では星4構成に関してです。こちらに関してはちょっと組ませづらいというのがありますが、ベルト、炭鉱、ギャラガー、低運と相性がいいですね。炭鉱に関しても速度ダウンの効果がありますので、敵の行動を抑えながら一方的に攻撃をするようなイメージの編成となります。ただベルトを軸とした編成に関しては星4は結構難しいかなというところですね。読み編成での採用のみイメージするといいかなと思います。それではまとめです。ベルトに関しては金庫状態や速度ダウンなど敵の動きを鈍らせることに特化したキャラというところです。ヒット数も多いためダメージやデバフを与えやすい特徴がありますね。現在のベルトの運用としては読みの虚無要因として使用することが可能となっていますので、デバフキャラをあまり持っていない、星5でいいのを持っていないっていう場合は候補としては扱いやすいキャラなのかなというところです。
こちらもジェパートと同様、アタッカーに合わせて対応を考えるのがいいかなというところになります。続いては脈路についてです。それではまずは良い点悪い点から見ていきます。まず良い点に関してですが、全体回復とバウンド回復が可能というキャラになってます。まあ、回復特化のキャラですね。あとは自動回復する先制を付与することが可能です。自分の HP に依存してですが自動回復するようになります。あとは味方を一度だけ戦闘中蘇生ができるというところですね。この性能に関してはゲームを始めたての方にとっては嬉しい要素になるのかなと思います。では悪い点についてというところなんですが、工場キャラとしては今は珍しくなったデバフ解除の手段がないというところですね。凸をしてデバフを解除できるようになるということでもなく、脈路に関してはデバフ解除効果はありません。この点がちょっとねもったいないなというところです。では続いておすすめの装備です。応援水に関してはモチーフと寝顔がおすすめですね。必殺技を回すために EP 効率を上げれるため相性がいいです。脈路に関しては回復方法多いんですが、全体回復をガンガン使える方が強かったりしますので、 EP 効率が非常に大事っていうとこです。続いて異物に関してですが、司祭と戦士がおすすめですね。スキルに関しては単体向けのターゲットとなっていますので、効果を発揮できるようになっています。ただし回復量が落ちるっていうところがありますので、火脚を装備するのも全然ありですね。無理に司祭を採用しなくても大丈夫かなと思います。続いてはおすすめの凸についてです。脈路に関しては4凸と6凸がおすすめというところですね。1凸2凸ではないというところが特徴です。ではこの2つどちらがおすすめかというところですが、4凸がおすすめとなります。戦闘スキルによる地位を受けるたびにその味方の油断が 10% アップするものというところです。サポーターとして使えるようになるというところがいいところですね。続いて最適編成と星音編成についてです。最適編成に関しては飛翔編成に入れるのがいいかと思います。脈路、飛翔、なのか、ロビンというところですね。まあ、回復役として入れるというところです。ただ回復の安定ができないところがありますので、扱いとしてはかなり難しいのかなと思います。続いて、星音構成に関してです。星音に関しては、脈路、静寂、孫悟なのか、定文というところです。こちらに関しては結構無理やり組んだところがありますので、星音採用というよりかは、どこにでも工場回復キャラとして入れれると思ってください。採用としてはその程度というところになります。では脈路に関してまとめです。戦闘中の蘇生と全体回復による割り込みができるため、回復キャラとしては優秀ではあります。正直序盤の頃めちゃくちゃありがたかったですね。重宝したキャラです。ただし攻撃に関するものがほとんどないと言ってもいいので、火力貢献はできません。またスキルの回復に関してですが、バウンドとなっていますのでランダム要素が強いんですよね。なので運任せなところもあります。しかもデバフも解除できないっていうところがありますので、意外と採用するには難しいキャラなんですよね。なので本当初期の時にヒーラーが一人もいないなら採用するか考える程度というキャラになっています。本当扱いが難しいなっていうキャラですね。それでは最後です。元凶について話していきたいと思います。まずは元凶の良い点と悪い点についてです。良い点に関してはスキルによって自信を強化できるってところですね。他のキャラではなかなか自信強化っていうのはなかったですが、元凶は多く用意されています。なので、スキル、必殺技で大ダメージを出せるのも特徴というところですね。意外と効果力を出せるようなキャラにはなっています。ですが、悪い点があります。この悪い点が結構問題が多いんですよね。まず一つ目、単体特化のため多くの敵に対応ができないというところです。効果力は出せるようになってるんですが、単体特化なので、複数体の敵がいた場合、相手がしづらいというのがあるんですよね。そこがちょっともったいないなというところです。あとは攻撃を受けるとバフが消えるというところです。一応1ターン継続っていうのがあるんですけど、攻撃を受けるとバフの効果がなくなってしまうところがありますので、そこが非常にもったいないなというか難しいところになります。これが原因で扱いにくいキャラというところになっています。ではおすすめの装備に関してです。おすすめの光炎水としては夜の帳と論剣がおすすめです。耐震ダメだったり余ダメがアップするものと相性がいいですね。あとは単体特化となっていますので、同じ敵に何度も攻撃することを考えると論剣は相性がいいものとなっています。続いて異物に関してですが、学者とグラモスがおすすめとなります。戦闘スキル特化にしたものとなりますね。火力を伸ばしやすい性能となっています。続いておすすめの凸についてですが、2凸4凸6凸がおすすめというところです。ではこの3つの中でどれがおすすめかというところですが、2凸になりますね。これに関しては自己バフがあるときに EP 回復効率も 10% アップするというものです。
なので、スキル、必殺技っていう流れが使いやすくなるってとこですね。EP 回復がそれだけ上がれば、必殺技の回転率も上がりますので、スキル、必殺技の流れを作りやすくなるっていう恩恵があります。ただし、敵の攻撃を受けた場合、その効果もなくなりますので、突をしたとしてもかなり扱いが難しいところがありますね。では、最適編成と星音編成についてです。最適に関しては、元凶、ルアン、低運、アベンチリンとなります。バリアを張ることによって元凶の直接ダメージを防ぐっていう編成ですね。ただこれでもなかなか扱いが難しいところかなと思います。続いて星4編成の場合です。星4の場合は元凶、ペラ、なのか低運というところです。7日のバリアを張ってどうにか守るっていうところなんですが、7日の場合ヘイトも上げてしまうのでなかなか扱いづらい組み合わせかなと思いますが、7日で凍結が狙えればその間に元凶が動くことも可能だったりしますので、戦闘の仕方次第では戦いやすいというところがあります。ただ元凶に関しては編成としてはかなり組み合わせも難しいというか、活かしきれないキャラが多いので性能的にはなかなか難しいところが多いのかなと思います。なので編成はあくまで参考としておいてください。それではまとめです。スキルから必殺技で効果力が出せるキャラとはなっていますが、ダメージを受けるとバフがなくなるため扱いがとても難しくなっています。これが本当もったいないなっていうところですね。突をしてもバフが消えない効果はありません。このため敵の攻撃を受けた瞬間もうバフが消えたと思ってた方がいいです。ここが本当にねもったいないところだなと思います。なので編成もバリアを切らせないような工夫だったり味方の採用というのが大事になりますので、活躍させるにはそれなりの苦労が必要というところですね。元凶を最初に引いたとしても味方が大事というところが強くなりますので、その点だけは注意しておいてください。そういった意味でもなかなか評価が上がりづらいというところがありますね。それでは動画のまとめについて話していきたいと思います。まずは今回話した工場キャラについて交換の考え方をまとめたいと思います。まずは確保を突したいキャラとしてはクラーラ、ブローニャ、姫子が優先的っていうところですね。まあ、最低限確保しておきたいなっていうキャラです。続いて交換ありなキャラとしてはジェパートですね。まあ、読みを使っている方からするとアベンジリンも引かないといけないという状況があったりすると思いますので、そこまでのつなぎのキャラとしてはジェパートもありっていうところです。あとは交換要素として余裕があるならってなった場合ですが、まあ、あえてキャラを揃えたいっていうのがあればベルト、ヤクロ、元凶の順番で欲しいなっていうところです。まあ、全員持ってた場合は突を目指すのが一番いいかなっていうところはもちろんありますが、誰か一人となった場合は基本確保と突をしたいキャラを優先的に選ぶのがいいかなと思います。ただクラーラに関してはそれなりにゲーム性を覚えないと扱いづらいところがありますので、ある程度の知識は必要なのかなと思ったりもします。まあそれを言うとブローニャもね速度の関連とかあるので、使い方としてはかなり難しいところがあるのかなというところです。ではまとめに行きたいと思います。まずそのまま使えたり何かのパーツとして使用できるのがクラーラ、ブローニャ、姫子となります。そのまま使えるとか何かに使える状況っていうのがいいんですよね。なので交換対象としてはありなところです。この3人に関しては戦闘面で活躍できる幅がまだありますので、本当そこはありがたいなと思います。あとはジェパードに関して話をすると、読み編成のつなぎのパーツとしてはありですね。アベンチュリンの復刻はもう次いつ来るかわからないような状況となってますので、うまく弾けなかった場合はジェパードを採用するっていうのも本当ありかなと思います。そういった採用の仕方もありかもしれないですね。なので、この4人に関しては工場キャラの中でも狙い目にはなるのかなっていうところです。アタッカーだったりとかクリアしたいものとかその目的に合わせて狙うといいのかなというところです。それではその他の3人について話していきたいと思います。こちらの3人はそもそも性能が厳しいというところがあるため条件付きになってきますね。まずベルトに関してですが、キョムキャラが圧倒的に少なくて読みを持っている状態であればそのキョム枠を埋めるキャラとしてはベルトは採用ありというところです。ただし十分に星読んでも K ナイフンとペラがいる場合はそこまで採用を優先しなくていいのかなと思います。続いて白露に関してですね、始めたばかりでヒーラーが全くいないなら白露はありというところです。まあ、回復面のカバーをしてもらうという意味ではいいですね。蘇生もありますので安定感はつきます。ただしゲームを続けるにつれてそこまで必要性を感じなくなるキャラではありますね。あとは逆路を確保するぐらいであればデバフ解除ができるリンクスとナターシャをゲットする方がいいのかなと思います。最後に元凶ですね。元凶に関しては交換する子がいなければありっていうところです。ほんと選択の最後ってところですね。まあ、話した通りバフが切れるっていうところと永遠と攻撃を受けないっていうことは難しいところになりますので、性能的に序盤であったりとか耐久枠が揃ってない状況で採用するっていうのはかなり難しいのかなと思います。
本当にこの3人に関してはキャラへの愛が深いのであればありってところですね。だから元凶に関してはストーリー上めちゃくちゃ強くてかっこいいところも多いので、何かしらね、何かしらカバーが欲しいなっていうか、何かしら強化が欲しいキャラではありますね。なんかそれぐらい性能を見直してくれてもいいんじゃないかなっていうか、最近は活躍してますんで、ストーリーの恩恵を何かと受けてもらえないかなと思ってるキャラです。ということで、工場キャラ交換優先については以上となります。まあ、結構ね、話が長くなりましたが、今から始める人だったりとか、交換誰にしようかなって迷っている方の参考になれば嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。